どうもフロントです。今日は風が強いですね。今はですね、三保の松原へ向かっています。風がねかなり冷たくて強くてですね、まあ完全に冬状態ですが、これはこっちかな、真ん中。はい、先日のツーリングでね忘れていました、電熱グローブ、はい、これです。電熱グローブを準備しました。これねまだねスイッチ入ってないけど、全然あったかいです。あの天気がすごくいいくてですね、雲もなくとても気持ちいいんですが、かなり風が強くてですね、こうなんか走ってると右に左に振られるような、そんな強風が時折吹いてきます。まあね、バイクは基本的にこう風強いの弱いんですけど、この GGR は何なんだろうね。あのあんまりね風で振られることないですね。やっぱりこうアウトバーン仕様の、まあね、世界標準というか世界最速を目指すバイクなんで、日本のこんなね季節風ぐらいで振られちゃあかんよっていう作りなのかもしれないですけどね、わかんないです。適当なこと言いました。三保の松原3キロ真っ正面に富士山見えるかな、これ。この動画で映るかな。すげえ。わあ、どでかいなこれ。はい。はい。はい。あった。バイクは無料だそうです。ここですよ、ここ三保の松原ね、羽衣伝説。そしてこの三保の松原のすごいところはここです。こうやってちょっとパンをしますと、じゃんと富士山と松の木、そして砂浜ね、この景色すごいんですよ。この景色ですよね。白飯三杯いけちゃうぐらいな、なんかそんな、すごくいい景色ですよ。はい、三保の松原と、松原灯台見てきました。だけどすごいね、砂がやっぱり風で舞ってくるんだね。道路にすごい砂が、ほんでまだ今日も風が強いと来てるもんだ。まあ海辺だから風は強いのは当たり前なのかな。それにしても三保の松原の富士山絶景ですね。いやあ、そこは確かにバイクじゃ入れないけども砂浜だしね、歩くんだって結構大変なぐらい、あの足元取られる砂浜ですけど、まあそんなね冬型の気候だけど、まあバイク乗っててね、
天気がいいと、もうなんか自然にヘルメットの中でにやけちゃいますよね。なんかね、あのもうバイク乗りの方ならわかるでしょうけども、本当にこう、まあ、いくらね暑かろうが寒かろうが、バイクにまたがってこうアクセル一ひねりしてしまえばね、まあ自然とこうにこやかになってしまうというか、まあ中にはね、あの無然としてるかもしれないんですけど、それでも多分心の中はね結構ウキウキ状態じゃないかな。はい、国道150号線になりました。おお、海が見える最高。ほら、海沿いだ海沿い。やっぱね、こう寒くなってくると山はね凍結とか怖くなっちゃうから、まあ、海沿いをね走りたくなるよね。いやー、なんかキラキラキラして、いやーすごい。でも風が強いから波も結構高いね。いやー、いいわー。でもなんかそうだな、食べるのが心配だね。あんまり塩は浴びたくない。でこっち側にねほらハウスがいっぱいあると思うんですけど、ここら辺はね、あのいちご狩りのねメッカで、12月の終わりぐらいからかな、いちご狩りができるようになって、中にはね、時間無制限で食べれたりするところもあって、まあ、1月からそうな2月にかけてはねすごい混むんですよ。もう渋滞するっていう観光客。でもほら今さ、全然ほら信号もないでしょ。信号もなくて海が見えてまっすぐ、あれ最高なんだよね。ついついスピード出しすぎそうで怖いんだけど、常にあのミラーを確認して、後ろにもいないと、誰がいないんだ、どうでもいいか。まあこの歩道にね、走るようにするといいかな。気持ちいいんですよ。いや、私もね、いちご狩り来たことあるんですけど、まあさすがにね、無制限とか言っても水分ですから、そんなにはたくさん食べれない。まあ食べたヘタをねカップに入れられるようになってて、まあ、そのヘタがいっぱいになるぐらいかな、うん、そのぐらいしか食べれないですよ。かなり風強い。体押されるわ。この山の上の方、これがね、久能山東照宮って言って、お、つながっとる。日光の東照宮とね、同じ徳川家康が、作らせた、お寺さんがある。あのね、かなり高くて、高いところから見晴らしもいいとは思うんだけど、登るのが大変。多分ね、登りながら動画撮ったらぜーぜーはーはーすげえうるさいんじゃないかなと思われる。いやー、でも最高、気持ちいいわこれ。本当に海のところはね、あとで洗車しなきゃいけないこと考えなきゃいけないのはちょっと、なんですが、まあいいでしょう。洗車はしましょう。ね、冬で寒くてね、風が強くてっていうと、やっぱりバイク乗るのも嫌になっちゃうかと思うんだけどね、ほんとね、なんだろう、バイクにまたがる直前までね、嫌なんだよね。なんか、もうこの寒いのになんで俺こんなところで行くんだろうみたいな、なんでバイク乗るんだろうって、っていう風に考えてはいるんだけど、でもさ、なんか、またがってエンジンかけて、も
も走り出した瞬間からね、もうね、今までのガラッと忘れた。もう乗る直前まではなんかちょっと走ってエンジンかけたらあとは帰ろうかなと思ってんだけど、もういろんな人がバイク最高とかバイク楽しいって言ってるけども、もう本当ね、それは本当よくわかる、よくわかる。だからそれを伝えたいっていうのもよくわかるんだけど、こればっかりは本当にね、体験、自分でまたがって乗ってみなきゃわからないよ。おそらくね、このなんだろう、真冬にモトブログとか見る人もいるかと思うんですけど、モトブログ見ててもいいな、いいなって思うかもしれないけど、実際またがるまでのね、葛藤ってのはすごいものがあると思うんだよね。あとはね、朝起きたはいいんだけど、まだ外が暗かったりすると寒いわけです。でそうするとね、布団の中でこうスマホかなんかでピッピッピッってやりながら、こうなんかどこ行こうかなんて探ってるんだけど、いやー今日は寒いから近場にしようかなとかさあ、寒いからちょっと暖かいところにどうしようかな、日が出てからにしようかなんて考えるんだけど、もう冬はねあっという間に日が暮れくれるっていうか、早いからね。このね、国道155線はね、三保の松原から本当にすぐなんだよね。すぐ出たら、出たらっていうか、大通り国道に出たら155線なんで、それを静岡インター方向に向かっていけば、こう出られますんで、この松林とね、海岸線、まあ、距離にして10分かそこらでね、全部終わっちゃうんですけど、でもまあ、なかなか気持ちいい道なんでね、よかったら、通ってみていいですよ。で、さらに、まあ、お腹すいたって言ってね、なんか食べようと思うんであれば、静岡県ですからね、この間でも有名な、爽やかハンバーグですとか、あと、焼津の方行くと、お魚センターというのがあってね、お魚センターだと、その、マグロ丼みたいなものが、海鮮丼がね、美味しく食べれますよ。ね、三保の松原も見てきたし、155線駿河湾を望む国道の一本道ね、見てきました。まあ静岡のねツーリングは意外といろんなところがスポットとしてはあるらしいんですけども、ちょっと私が一番まあお気に入りっていうのなところをちょっと通ってみました。またね、こんなお気に入りのコースとかをですね、ご紹介できればと思いますので、皆さんとは一旦この辺で、お別れをしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。